はい、では今度は、県政が終わったので今度は県中油と県外油を、ね、やってまいります。県中油はこの第7系椎の極突起、首の第7個目のこの突起ですよね。一番ポコンと出てるところがあります、まあ、手のひら当ててこうして一番手に当たるところですね。頭をちょっと、ま、前にこうかしげた時に一番ポコンと出るやつです。それが第7系椎です。その極突起のすぐ横あたりに指を置いて、ここも圧をかけます。それで、ここはですね、どの筋肉を狙っていくかというと、小菱形筋ですよね。小菱形筋が、ここから、ツーンとこう、肩甲骨のこの内側縁の一番上の方、上角のちょっと下ぐらいについているので、ここからここまでの筋肉ですよね。ここが起始で、ここが停止。ここがオリジン、インサーションですね。なので、ここのドソコンタ、こういう筋肉のレッドラインがあるので、そのレッドラインに対してグラントラインを取ると。直角ですね。ですので、第7系列の極突起すぐ横に指を置いて、ちょっと斜めにして、こう動かしてみる。圧をかけて、こう動かしてみるんですよ。そうするとですね、奥にです。これ圧をかけた状態、かけっぱなしでこうやってくださいね。こうじゃないですよ。圧をかけた状態で動かすと。そうするとですね、中にこう触れるものがあります。まるでこう束をね、こうやって触ってるような感覚ですね。こう筋肉がで、こう触ってるようなイメージがつかめると思います。そのイメージをつかめたら、そこで圧をかける。まあ、今こう人差し指でやってますけど、ちゃんと、まあ、指で、本当はね、こういった感じになりますよね。圧をかけて、こう動かす。ここで手応えがあるところで、ぐーっと圧を入れてあげる。あとはこの手応えある、このグリッとなる感じですね。この手応えがある感じで、こう、筋肉を探るようなイメージでやってもらうのもマッサージになりますので。で、こうやりながら、起始の停止の方ですね。までやってあげると。やってあげると。このラインですね。ここからここまで。肩甲骨、小菱形筋。肩こりの筋肉ですよね。で今度は、まあ、ここに腱中があります。で腱外油は小菱形筋の停止部と肩甲挙筋の停止部、まあ、ちょっと重なっているんですね。そこにあります。2つの筋肉がこう来ているので、この ボコッとしたこの感覚もですね、他のところよりも結構分かりやすいです。でここもですね、この流れとこの筋肉の肩甲挙筋の流れと小菱形筋の流れに対してね、レッドラインに対してグランドラインを取ってあげると。だからこの筋肉、この肩甲骨のこの内側縁のこの辺りに指を置いてグランドを取ってあげると。そうするとね、この中にもね、まあ腱性とまではいかないにしろ、ずっとこう、中にこう、ゴルフボールが入ったような、球が入っているようなですね、ゴリゴリとした感覚がありますので、これを狙って、マッサージをしていくと。これ今探してるんですよ。でこう探して、でここにあった、ああこれが手応え一番あるな、でこれそこでぐーっと1234とやってあげるといいですね。まあ、やっていくうちにだんだんコツもつかめてくると思いますけどもね。でこの流れでですね、もう小菱形筋、大菱形筋の停止部ももう一緒にやってしまってもいいですね。この肩甲骨の内側です。ここが気持ちいいんですよね。肩甲骨のこの内側があまりなかなか出ない人もいますので、そういう場合はですね、この腕をこう持ってあげて、ここに置いてあげてもいいし、あまりこう後ろでね、こう後ろ手でこう組んでしまうとしんどいので、まあ、この辺でね置いてあげると、そうするとこうくっきりと出やすくなるんで、そうするとこうね攻めやすくなりますね。でこう寄せてあげると、ギュッとグッと入りますね。親指がもう消えちゃうぐらいに、はい。とにかくですね、指圧をやるときのポイントは、まず筋肉の起始と停止をちゃんと理解すること。で、その筋肉の起始をやったら必ずその停止側もやってあげるということが大事ですね。この辺でセットでほぐしていただくと、本当にすっきりと筋肉がほぐすことができます。あと、ツボというのもね、大体この起始と停止、筋肉の起始部と停止部っていうところにやっぱ多く、点在するので、
とにかくやっぱり起始と停止をですね覚えていただくといいと思います。そのためにやっぱりですね筋肉図をよく見てもらって、よくある筋肉のねああいうカラーの参考書あるんですけども、カラーで見やすいそういうものですね、筋肉の部分は赤くこうなんかね、記してあるんですけども、この骨の近くの腱の部分ですね、そこはもう白くなってるんですね。まあその白い部分をこう狙っていくという感じでしょうかね。肩こりのポイントは腱性、腱治癒、腱外炎、この3つの筋肉ツボはしっかりと取れるように、ツボというかそこにあるこの筋肉のねこの存在ですね、この凝り感、それをちゃんと取れるようになってください。